ロクロナンは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコミューン。古くからの建物が状態よく保存されており、フランスの最も美しい村の一つに、登録されている。サンロナン教会、ノートルダム・ド・ボンヌ・ヌーベル教会小さな村が、都市の地位に高められたのは1505年、ブルターニュ女皇、アンヌ・ド・ブルターニュによって出会った。15世紀以降、ヘンプの花が、 ロクロナンのどこかしこにも咲いていた。ヘンプの繊維から作られるキャンバス地の布が小さな町を繁栄に導いた。ロクロナンの工房で作られたキャンバス地は国境を越え会場ですら広まっていった。穂に張られるキャンバス地は王家の船やフランス東インド会社の船、そして外国の海軍からも使いたいと要請が来た。ロクロナンのキャンバス地はアルマダの海戦で、 スペイン艦隊が使い、シェイクスピアはコリオレーナス大二幕でその名に触れている。この繁栄した時代に灰色の花崗岩で作られた、教会、周りの通り、住宅、広場、側外の聖人像など、現在見られるほとんどの建造物が作られた。そして毎年7月の第二日曜日、トロメニが開かれ、さらに6年ごとに規模の大きなトロメニが行われていた。 このトロメニは現代カトリックの宗教行事として受け継がれているが、ルーツはケルト人の信仰に始まっているという。中世から伝わる言い伝えによれば、ロクロナンにキリスト教を伝えたのは5世紀にアイルランドから来たセイロナンであるという。高等伝承では、セイロナンは閣尾ことにトロメニを行って旅をし、皇帝で苦行を行っていたという。ロクロナンとは、 ロナンの土地を意味し、聖ロナンの生涯を今に伝えているのである。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降 INSEE 町全体が、得意な環境を保っているロクロナンは、1979年に、ロマン・ポランスキ監督の、テスが撮影されてから、ジャンピエール・ジュネ監督の、ロングエンゲージメントなど、多くの映画作品のロケ地となっている。ありがとうございます。